それでは、カツオを今から3枚におろしていきます。まず最初に頭ですね。頭の部分を落としていきます。まずヒレの下。ヒレの下に包丁を入れていきます。で、頭に向けてこう斜めですね。斜めに包丁を入れていきます。こういった感じです。で、ここ真ん中の背骨の部分がありますので、ここを切っておきます。今度は反対を向けて、同じようにヒレの下、ヒレの下に包丁を頭から斜めですね。斜めに包丁を入れていきます。そしてこういった感じで頭が取れます。頭を取りましたら、今度内臓ですね。内臓を出していきます。腹の部分ですね。この穴のところまでまず包丁を入れます。包丁を入れてこうやって開きます。で、内臓を包丁の腹ですね。腹を使って出していきます。こういった感じです。ここまでできましたら、きれいに水洗いをまずいたします。はい。では水を流しながら血合いの部分ですね。ちょうどこの頭の部分、ここに一番血合いが溜まってますので、指できれいに落としてください。こういった感じですね。この血合いをきれいに落としてください。あと他についた血の部分。とか内臓が少し残っているところをきれいにここだ洗い取ってください。はい、このような状態です。次にきれいに水洗いした後に、カツオはこの部分、こうですね、こうぐるーっとこの頭の先っちょの付近ですね、この付近に鱗があります。まずここの鱗を取っていきます。取るときは包丁で身の上をこう滑らせると少し引っかかる部分があります。ここが鱗ですね。この部分をこうやって削ぎ落とすような感じで取っていきます。これがカツオの鱗です。これはもう硬くて食べれないので、これをきれいに取ります。もう鉛筆を削るような感じで削ぎ落としていってください。逆の身も同じように。こういった感じ。ただきれいにここは鱗がなくなって食べやすくなります。次に3枚におろしていきます。まず頭側を右側にして、まず腹の方ですね、腹の方から包丁を入れていきます。ちょうど1回軽く包丁を入れて、このヒレの部分ですね、ヒレの部分の少し上のところに包丁を軽く入れていきます。はい、そしたらあとこの包丁の腹で中骨の部分、骨の部分の上を行くようにして包丁を入れていきます。こういった状態で、逆も同じようにヒレの少し上の部分に包丁を一回軽く入れていきます。こういった感じ
骨の上の部分をに包丁を入れて、ちょうど背骨の中骨のところまできれいに包丁を入れていきます。ここまで入れていけば、少し包丁の方にこうやって切り込みを入れて、包丁を自分の方に向け直して、指でこの今通したところ、この部分を持ちます。とあとは一気に手前に包丁を動かしていきます。そうするときれいに下ろせます。こういった状態ですね。反対側の身も同じように、ヒレの少し上の部分に包丁を一回入れていきます。でこの中骨ですね、中骨のところまで包丁を入れていきます。逆を向けて腹の方も同じようにヒレの上に包丁を入れていきます。で中骨までしっかり包丁を入れていきます。この状態。ただ同じように少し尻尾の方に切り込みを入れて、ここを押さえて手前の方に引っ張ります。でその時にこの腹の部分、ここは少し包丁を、今までこう直してたのを少し包丁を立てて、腹骨と背骨の部分を切り離します。そうするときれいに下ろせますね。はい、このような状態です。これが3枚おろしです。それでは今3枚におろした身の、まず腹骨ですね、腹骨を取っていきます。ここの真ん中の中骨ですね、ここの部分と腹骨がこうついてますので、まずここに包丁を入れてあげます。で切り離してあげます。そしたら左手で腹骨を押さえながら、右手の包丁は少しこうすくい上げるような感じで挟み込みます。で少しずつ腹骨を取っていきます。でここまで来ましたら、もうまっすぐにきれいに切り落とします。腹骨がきれいに取れましたら、今度背と腹を分けます。ここに真ん中に中骨がこう通ってますので、この横ですね、この横の部分にまず包丁を入れていきます。こういった状態。こちらの腹の部分も同じように、中骨のちょっと横側に包丁を入れていきます。で、きれいに切り離します。はい、このような状態です。それでは3枚に下ろして腹骨を取って、中骨ですね、中骨まで取った状態のやつを刺身にしていきます。まず刺身にするにあたって、この皮ですね、この皮を取っていきます。尻尾の方、尻尾の方から包丁を少し入れて、ちょうど身と皮とまな板のところですね、ここのところに包丁を入れます。であとはまな板の上に包丁を滑らせるような感じで、包丁をゆっくりゆっくり動かしていきます。その時左手のこの尻尾を押さえている部分ですね、ここ少し向こう側に引っ張っていくような感じでするとよりきれいに取ることができます。はい、ゆっくりゆっくりしていきます。そしたらこのような状態ですね、きれいに皮が取れます。それで今さばいた皮を剥いだ身を刺身にしていきます。刺身に切るときに、まず高い方ですね、
ここ見たら分かると思いますけど、こちらが低くてこちらが高い方ですね。こういう斜めの状態になっているので、高い方を奥にして切っていきます。包丁をまっすぐ入れて寝かせて切っていきます。その時にこの先の部分、ここをきれいにラインを合わせると盛り付けた時にきれいに見えます。こういう感じですね。ではこのまま包丁で持ち上げてお皿に盛り付けます。こちらも同じように。包丁をまっすぐ入れて切っていきます。でここのラインをきれいに合わせて、盛り付けていきます。これでカツオの刺身の完成です。それでは先ほどさばいたカツオ、この皮をついたままたたきにしていこうと思います。本来ならガスバーナーとかバーナーを使って焼いていくんですけども、ご家庭にはもうそういう道具はないと思いますので、今回はフライパンを使って作っていこうと思います。まずフライパンを熱く熱してもらって、で皮の方ですね、皮の方を下にして皮から焼いていきます。で皮にしっかり焼き目をつけてください。大体焼き目がついたと思ったらひっくり返して、身の方も少し焼いていきます。こんな感じですね。ここまでできましたら氷水につけて冷やし込んでください。じゃあ先ほどフライパンで焼いたカツオですね、たたきにしたカツオを刺身に切っていきます。これも高い方奥ですね、こう斜めになってますので、高い方を奥側にして切っていきます。包丁を入れてゆっくり切っていきます。こういった感じで焼かれるときは周りだけですね、周りだけが白くなって中がこういうレアな状態、これが一番ベストな状態です。こうやって食べやすい大きさに切っていきます。で包丁でこう持ち上げて、こういった感じですね、盛り付けていきます。これも同じように、このように盛り付けてください。あとはお好みで玉ねぎとかみょうが、ネギ、ニンニク、生姜ですね、いろんなものを上からかけてもうぶっかけで食べてもらった方が美味しいかと思われます。はい、カツオの刺身の完成です。はい、では水を流しながら血合いの部分ですね、ちょうどこの頭の部分、
ここに一番血合いが溜まってますので指できれいに落としてください。こういった感じですね。この血合いをきれいに落としてください。であと他についた血の部分とか内臓が少し残っているところをきれいにここだ洗い取ってください。でここを切っておきます。今度は反対を向けて同じようにヒレの下、ヒレの下に包丁を頭から斜めですね、斜めに包丁を入れていきます。そしてこういった感じで頭が取れます。はい、このような状態です。次にきれいに水洗いした後にカツオはこの部分、こうですね、こうぐるーっとこの頭の先っちょの付近ですね、この付近に鱗があります。まずここの鱗を取っていきます。取るときは包丁で身の上をこう滑らせると少し引っかかる部分があります。ここが鱗ですね。それではカツオを今から3枚におろしていきます。まず最初に頭ですね、頭の部分を落としていきます。まずヒレの下に包丁を入れていきます。で頭に向けてこう斜めですね、斜めに包丁を入れていきます。こういった感じです。でここ真ん中の背骨の部分がありますので、頭を取りましたら今度内臓ですね、内臓を出していきます。腹の部分ですね、この穴のところまでまず包丁を入れます。包丁を入れてこうやって開きます。で内臓を包丁の腹ですね、腹を使って出していきます。こういった感じです。ここまでできましたらきれいに水洗いをまずいたします。ところをきれいにここだ洗い取ってください。はい、このような状態です。次にきれいに水洗いした後にカツオはこの部分、こうですね、こうぐるーっとこの頭の先っちょの付近ですね、この付近に鱗があります。まずここの鱗を取っていきます。頭を取りましたら今度内臓ですね、内臓を出していきます。腹の部分ですね、この穴のところまでまず包丁を入れます。包丁を入れてこうやって開きます。で内臓を包丁の腹ですね、腹を使って出していきます。こういった感じです。それではカツオを今から3枚におろしていきます。まず最初に頭ですね、頭の部分を落としていきます。まずヒレの下に包丁を入れていきます。で頭に向けてこう斜めですね、斜めに包丁を入れていきます。こういった感じです。でここ真ん中の背骨の部分がありますのでここを切っておきます。今度は反対を向けて同じようにヒレの下に包丁を頭から斜めですね、斜めに包丁を入れていきます。そしてこういった感じで頭が取れます。ここまでできましたらきれいに水洗いをまずいたします。はい、では水を流しながら
血合いの部分ですね、ちょうどこの頭の部分、ここに一番血合いが溜まってますので、指できれいに落としてください。こういった感じですね。この血合いをきれいに落としてます。あと他についた血の部分とか内臓が少し残っているところ。